皆さん、こんにちは。現在、加藤睦月選手がセレッソ大阪からサンフレッチェ広島に移籍したことについて世間を賑わせていますが、またそのことについて清水エスパルスの乾選手が SNS でおめでとうなどと投稿したことにより、サポーターは怒りの声を上げており、この移籍は白熱している状態です。そのため今回はセレッソ大阪からサンフレッチェ広島に移籍した加藤睦月選手についてもう一度振り返りながら、現在話題になっている乾選手の件についても触れていきたいと思います。加藤選手はスウェーデン金沢を経てセレッソ大阪に加入しました。 J1 通算78試合中16得点挙げていますが、サンフレッチェ広島が移籍金を支払う形で移籍が決着し、シーズン中に移籍金を支払ってまで移籍するという異例中の異例での移籍となりました。というのも、実は加藤選手はサンフレッチェ広島ユースで育ち、昨年のルヴァンカップ決勝でもサンフレッチェ広島から先制点を奪うなどしたことで成長したとの見立てでリストアップ。セレッソ大阪陣営としては加藤選手を絶対的な戦力と考えており、最後まで遺留に努めました。クラブや監督である小菊監督との関係も良好であり、今シーズンは現在5位のリーグ戦と4回戦に進んだ天皇杯で2つのタイトルの可能性があり、試合数も多い上に戦力的にも落とせない状況から、絶対に遺留させねばならないという陣営の気持ちがあったのでしょう。一方のサンフレッチェ広島は現在リーグ戦が8位と残された舞台はなく、年俸も現在と変わらない推定4000万円と、選手個人としても決してプラスな移籍とは言えない状況でした。しかし結果として加藤選手の広島愛が勝ち、今回の移籍に至ったようです。加藤選手は埼玉熊谷市生まれで、中学卒業と同時に双子の兄とサンフレッチェ広島ユースに入団し、選手寮に住みながら現在のサンフレッチェ広島の主力であるディフェンダー荒木隼人選手、フォワード満田誠選手などと練習に励んでいました。そんな加藤選手はユース卒業時、さらに中大卒業時にサンフレッチェ広島のトップチームとプロ契約を結べる可能性がありましたが、最終的にいい素材だが平均的な選手という評価に終わり、契約は二度とも見送られました。加藤選手はこの時を人生で一番悔しかったと話しており、それが後にスウェーデン金沢セレッソ大阪での発奮材料となったのだと思います。そのような様子から考えると、加藤選手にとって今回のサンフレッチェ広島から来たオファーは、かつて自分に烙印を押したチームが自分を再評価してくれ、再契約を結んでくれるという奇跡のようなものであり、愛があるからこそ移籍したかったのだと思います。セレッソ大阪での2年半は加藤選手は古巣であるサンフレッチェ広島戦は異様に燃えており、昨年10月のルヴァンカップ決勝は前線から強烈なプレスをかけ続け、相手のミスを見逃さずに先制ゴールを挙げる快挙。しかしロスタイムで2失点を許し、ビッグタイトルを逃すなどベンチ横で号泣していました。この姿がサンフレッチェ広島クラブの関係者にとどまったのでしょう。泥臭いゴール、意地で決めたゴールにより過去自分に烙印を押したクラブから再評価を受ける、サンフレッチェ広島に必要な選手という評価を受ける、これがどれだけ嬉しかったことかは本人以外には想像もできません。また移籍についてサンフレッチェ広島のクラブ関係者は、加藤睦月でなければ声をかけていない、加藤睦月と広島の関係でなければセレッソ大阪は移籍を認めてくれなかった、本当にセレッソ大阪に感謝するしかないという話をしており、異例中の異例ではありながらも本当に両者にとって最高の形の幸せなストーリーだったのだと思います。ですがやはりセレッソ大阪のサポーターからすると、昨シーズンまで2年連続でチーム最多得点をマークした主力ストライカーである加藤選手を失うことはセレッソ大阪にとって相当の痛手であり、25歳でまだまだこれからという状態である選手を手放すべきであったのかというところには疑問を感じることでしょうし、憤慨するサポーターの気持ちもわかります。ですがそんな状況下でその騒動に火をつけるある選手が現れるのです。それは元日本代表乾貴士選手。彼が
加藤選手の SNS の投稿にある返信をしたことが原因で、セレッソ大阪サポーターから怒りの声が上がっております。この移籍は電撃移籍でしたので、日本国内メディアにより移籍報道が公式発表前になかっただけに、移籍報道が公式発表であった後、ツイッターでトレンド入りするほどでした。なので、よほど加藤選手がサンフレッチェ広島に移籍したということは、サポーターの中での反響は大きかったのだと思います。そんな中、加藤選手は公式発表直後にインスタグラムアカウントで今回の移籍についてメッセージを発表。すると、かつてセレッソ大阪でプレーしていた乾選手が加藤選手の投稿に、おめでとう、やったれという激励をしたのです。彼は元日本代表ですし、若者のチャレンジを応援したくなる気持ちはわかります。しかし、乾選手は昨年セレッソ大阪と喧嘩別れのような形でクラブを離れたこともあり、このコメントは大炎上。サポーターからは、セレッソ大阪に対する配慮がない、二度と応援しない、おめでとうってどういうこと、どの口が言うとん、8番汚しといてよく言えるな、など約60件ものコメントがされています。さらに、乾選手のコメント内容はツイッターでも加藤選手のインスタグラム投稿とともに拡散され、サポーターに限らず J リーグファンからも様々な意見が上がっている状態です。加藤選手への気持ちが込められていることはわかりますが、今回のコメントは避けるべきでした。乾選手はこれ以外にも発言や行動で炎上することがたびたびあり、一部ではガキ、子供っぽいと言われていますが、まさかこんなところでも炎上するとは思っていなかったことでしょう。セレッソ大阪は横浜 F マリノスからフォワードのレオセアラ選手が加入したこともあり、今季加藤選手は出場した17試合の中で先発が8試合と定位置をつかみきれていない状態でした。そのため、加藤選手にとっても出戻りということで考えれば一番いい移籍ではないでしょうか。サンフレッチェ広島的に見ても、今シーズン得点力不足が浮き彫りになる状況が見て取れたので、得点力があるフォワードの加入はまさに戦力強化になると思います。しかも25歳というまだこれからの選手、泥臭いプレーが持ち味で、かつての佐藤久俊を思い出します。今後の加藤選手と乾選手、今シーズンのセレッソ大阪とサンフレッチェ広島に注目し、また加藤選手の今シーズンの爆発に期待して、今後のリーグを楽しみにしていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。